発砲の衝撃で飛び越えます。それ本当にいけるかな大丈夫です、映画で見ましたからお前ら創作物好きすぎだろ、なんかドラマで見たみたいな話もさ、伊豆名さんしてたじゃん。だからお前ら創作物の影響受けすぎだろ、気合い入れてください。のわお疲れ様です、ムービンです。今回もブラカのゲーム実況やっていきましょう。前回のパートはとうとう忍ばずの心編入りました。はい、イベントストーリーを現在最終編入る前にいろいろと消化しているところなんですけれども、はい、忍ばずの心やっていきたいんですけど、今のところもあれだね、いぶきちゃんといろはさんいるね。はい、やっぱこういうね画像もあったりするんで、まあ2人は仲いいんだろうなってとこが見えますね。はい、前回ねいぶきちゃんさらわれちゃったんで、はい、だから今回もやっていくんですけど、前回6話までやったので、まあ、和的な6話じゃないんだけどね、6番までやったんで、7番やっていこうと思います。よろしくお願いします。はい。前回のパートの前置きがあんまりなかったの。普段の実況と違う感じがしますね。はい。でも、なかなか喋んなくても大丈夫でしょう。多分伝わると思うんで、今回やっていきましょう。はい。というわけで、まあ、いろはさんじゃなくて、泉さんじゃなくて、まあ、姫様がさらわれました。はい。急に名前はど忘れしちゃった。読んでいきましょう。はあ、はあ、本当にやっちまった。何流された感じなの。誘拐しちゃったっすね。これでいいんだよな。浮き足立つな。まだ目標が達成できたわけじゃない。どういう目的なんだろうね。この、須田舞一だな。あぶねえ、前回なんか、あんまカンニングペーパー見なくても覚えられてたから、大丈夫だなとちょっと気抜いてた。あぶねえ、須田舞一だな。気まぐれ流の目的何なんでしょうね。じゃあ、ちゃんと覚えてるよ、リーダー。わらく姫の主役を誘拐して、今回の交流会をめちゃくちゃにする。ああ、やっぱそれなんだ。それが目的なんだ。そうして、引用部の地位を失墜させるっすよね。それとも自分のさ、学校の権威にも関わるから、どうなんだろう。陰陽部が邪魔なのだとしても、やり方としてはなかなかやばいよね。そうだ、ここまでは計画通り。そもそも今回の作戦は、ケボトスでも犯罪界のマスターと呼ばれている、ニヤニヤ教授。ニヤニヤ教授か。教授って、教師の意味の教授ね。動詞の意味の教授で今、イントネーション読んじゃった。に協力してもらった。失敗するはずがない。誰だ、ニヤニヤ教授って。ニヤニヤ教授。ニヤニヤ教授。誰だろう。あのクロノスでも対象体がつかめないっていう、有名人じゃないですか。有名人なんだ。ニヤニヤ教授。でもないか。いや、今何を考えたかっていうとさ、ニヤニヤ教授って聞くとさ、まあ、ニヤってさ、まさに、陰陽部のリーダーがさ、部長がさ、ニヤさんじゃん。だから一瞬、ん?って思ったけど、そんな安直なわけねえかっていうのと、なんだろう。陰陽部の人がこの、須田舞一座気まぐれ流を使って、こう、騒ぎを起こす意味があんまりないから、今のところはね。だから、まあ違うかって思って、ちょっと今、黙ったりなんか、いや、でも、みたいな風に思ったり。口が変な風になりました。はい。口が変な風になりました。今日語彙出ないな。大丈夫そう、そうだ。その助力もあって、今回の結果が完璧。あとは淡々と実行するだけ。さあ、我々、須田舞一座気まぐれ流の力、百鬼夜行とゲヘラに見せつけてやろう。有名度でいけば、本当にあの知世様を誘拐しちゃうなんて。まあそうだね。知世様ではないけど、チセちゃんじゃないけど、今回はゲヘラの人だけど、まあ、ランク的には同じだよね。成功したのに、まだ胸がバクバクしてるっす。せっかくだし、チセ様のお顔を一目見て落ち着くとするか。あ、知らないの?入れ替わってるというか。今回ゲヘラの人になってるってこと知らないんだ。え、誰ってなの?あれ、そろそろ出番?あ、いぶきさんね。いぶきこれから何をすれば?いいんだっけ?え、把握してないの?それを。誰だ?知世様ではない。この服装、まさかゲヘナのパンデモニウムソサエティ。
父様のサインもらいたかったのに。残念っす。そんなこと言ってる場合か。あれ？そこのあんたたち、そんなところで何してるの？な、もう尻尾をつかまれたのか。誰？ああ、名前忘れてた。しずこさんだ。あの、お祭り運営委員会。あんたたち誘拐役でしょ。イベントは始まったのに何をぼーっとしてるのよ。お祭り運営委員会の委員長。ほら、逃走ルートはこっちだ。私たちが逃げられるように助けてくれるんですか？そういえば聞いたことがある。お祭り運営委員会の委員長は、お金のためならどんな手段とも厭わない非常なやつだと。どこ情報だそれ。まさかこれもニヤニヤ教授の計画っすか？そういうことだったのか。何言ってんの？なんか変な言葉が聞こえた気もするし。まあ、とにかくこんなことしてる場合じゃないわ。ほら、急ぎなさい。利用されてるな、これ。なんだか見た目が、須玉一座っぽくて気分が悪いけど。まあ、公演の途中だし、須玉一座がここにいるわけないし。うん。案内役なのかな。とにかく次は確か。委員長、フィーナ、到着しました。あ、お疲れ様。よし、じゃあ私たちも準備するわよ、フィーナ。な、敵役として雇われてんだろうね。理解してないんだろうね。須玉一座、確かこっちの方に。イズナからは逃げられませんよ。はあ、はあ、ちょっと。敵役として雇われてんのか。お？ドドン。また。ここは通しません。な。静かにフィーナ。いろんな挑戦者が来るとは聞いていましたが、まさか先生もいるとは。静子びっくりです。フィーナも心が痛いです。かつては一緒に大魔王ニャンテンマルを倒した仲ですが、今は一時的にでもたもと分かった身、ん？分かった状態か。任侠の道は非常なのですから。どういうこと？桃屋堂のオーナーじゃん。みちるさんの声が、どうして私たちの行く手を、まさかあなたたちも須玉一座の仲間だったの？どんな声だったっけ？ごめん、分かんなくなっちゃった。分かんなくなっちゃった。みちるちゃんの声分かんなくなっちゃった。確か、自称忍者の率いる謎の変人集団って噂の。誰が変人だって。ヤッキャコ、不思議な集団が多いのは確かかもね。何か言いましたか、先生。ブーメランだよ、その発言ってことね。桃よど、聞いたことあります。マニアックなサービスを提供し、その対価を請求されるという、そんな、なんか、罰ゲーム的なものではないよ。桃よど、多分、メイド喫茶元だと思うんだけど。元ネタとしては。業界の闇というやつですか。イズナは騙されませんよ。君も戦ってたやろ。前回のお祭り騒ぎで。ちょっと誤解されるようなこと言わないで。まあ一部マニアックなのはそうかも。先生まで。とにかく今日は私たちは公園のアトラクション担当なんです。ん？ああ、公園の試練の。そうです。このアトラクションにおける最初の関門。それこそがこの私たち。この私たちとは書いてあった。私って書いてあった。桃よ堂のアイドルでありオーナー、そして看板娘の川和静子。そしてフィーナです。おかしらおかしらっていうの面白いな。何を隠そう、私がここにいるのは。これが最初の関門。つまり看板みたいなものだからです。看板娘だけに。うわ。笑った方がいい。いりません。うまいシャレじゃないことぐらい分かってるので。とにかく台本はさておき、仕切り直しです。誘拐されたお姫様を助けに来た皆さん、この私静子とフィーナがお相手いたします。アトラクションが続いてる想定なわけだね。だからこの7番が最初の関門なんだ。ってことは雇われてんのか。うーん、困るな。 SP だったんだ。フィーナさん SP 枠なんだ。はい、お疲れ様でした。どういうこと。もう終わりでいいの。まあ別にそういうアトラクションだし。ああ、そうか。こんな声だったっけ？前回どうやってたっけ？みちるちゃん、マジで忘れちゃった。ああ、まあね、このみちるちゃんたちはガチで誘われたと思ってるけど、アトラクションがまだ続行しているってみんなが思ってるから。だから、ああってなっちゃってる。しゃあないね。ですが、それでも胸が熱くなるようなバトルでした。フィーナ感動です。これが噂に聞く忍者
なのですね。あいえ、忍者、忍者なんで忍者あの、忍者スレイヤーのネタを挟みました。すいません。そうね、桃代の春の桜花祭の時は気づかなかったけど、これはもしかして集客になるかも。考える方向性がいつも通りだ。まあ、自分にメリットがあるようなあの働きをしているというか、なんて言うんですか。まあ、この一件でまたね、自分に、新たなね、発想が生まれるなら、それは嬉しいことだよね。うん。そうやってお祭りは進化させていこう。別に悪いことじゃないじゃないですか。忍術研究部だったわよね。忍者の部活とか、最初は何のことかと思ったけど。うん、いいんじゃない？まあ頑張ってね。ありがとう。先生とお話ししたいことがいろいろあるのですが、今日についてはそれはさておき。とにかく合格です。では次の構成どうぞ。よし。じゃあ張り切って進んでいこう。あれだな、良くも悪くもこれで、なんだろう、他の部活からの認知度が上がることで推薦状書いてもらえるようになるんじゃね。分からんけど、はい、第2巻も眠り姫、修行部かな。多分修行部よな。眠り姫と言ったらもう、あの横乳の人よな。はあはあ、なんとか追った振り切ったが、相変わらずお姫様を誘拐した、あ、ニアさんだった。相変わらずお姫様を誘拐した悪党は全力で逃走中。果たして誰が最初に彼女たちを捕まえられるのか。全部放送されてるっすよ。これは一体どういう状況なんだ。え、君たち、あれをご存じないの？姫様を取っといたくせに、わらく姫だっけ？ちらく姫？ごめん、読み方わからなかった。あの、漢字わからなかった。わだっけ？知識のちだっけ？平和のわだっけ？わらく姫だっけ？の物語というか、その公演自体は知らないの？ねえねえ、いぶきは何もしなくていいの？あ、これいぶきさんか。いぶきさんが確か父でかい人？とにかく静かに。今は逃げるので精一杯だから。くそ、次はどうすれば？こっちこっち。誰だろう？あれかな？やっぱ、横乳の人かな？なんか、波線が書いてあるの、そうっぽいよね。聞いた話だとこっちに逃げたはず。追っていこう。ニアさん。ニアニア教授、この人じゃないのかな？どうなんだろう？さあさあ、誘拐されたお姫さんを探して駆け回る各位。ゲヘナの百鬼夜行も混ざり合って個性的な面々がたくさんですね。その中でも特に目立ってるのはこちら。誰？ああ、忍者、じゃあ忍術研究部ね。目立ってるんだ。一番活躍してる。一番近い、姫様に。忍術研究部の百鬼夜行の生徒ですね。まあ正式な部活ではないので同好会みたいなものですが。今回もしかしたら同窓会らしからぬ活躍を見せてくれるかもしれませんね。にゃははー、では、各位頑張ってくださいな。アデュー。あれ、アデューって永遠の別れじゃなかったっけ？根性の別れじゃなかった。アデューって。アディオスが根性の別れだっけ？どっちだっけ？忘れちゃった。だから別れ、また会う人に対して適切じゃない、別れの挨拶だった気がするんだけど、アデューだと。あれ大丈夫なのかな？パンデモニウムソサエティの人が見たら怒るんじゃ。開き直りすぎて実際の状況はバレていないみたいな感じなのかな。もともと全体の構成としてはそういうイベントでしたし、中継をしない方がもっと怪しいかもです。確かに、まあ、そうだよね。今回姫様は知世さんじゃなくて、いぶきちゃんが、ん？あれいぶきさんは父出てる人じゃなかったっけ？あれ、わからなくなってきちゃった。ちょっと、おっさんだから人の名前覚えるのが大変で、ね、ちょっと混ざってきちゃった。うん、それはそうなんだけど。なんか違和感はあるっちゃあるけど。でも、仮にニアさんが犯人だとしたら、ニアさんの意図が読めないよな。部長、あそこです。あ、うん。とにかく今はあれこれ考えてる場合じゃない。みんなのためにも立ち止まってなんていられない。助けに行かないとね。約束したしな。どこの生徒あれ？あ、ゲヘナの生徒か。強い。なんだあれ、全く隙が見えない。誰だ？眠りながら戦う人だね、多分おそらく。来た。簡単には通さないよ。あ、椿、お疲れ様です。いやあ、先生。ここは第二の関門、眠り姫だよ。はあ。
眠っ。ちょっと油断するとすぐにやられる。危険、危険な。す、クーフ。寝ちゃった。寝ちゃった。お笑い芸人のツッコミみたいになっちゃってる。うん、ああ、そういえば、お姫様を誘拐した悪党はこの先に逃げたよ。ここを通過するための方法、ルールは簡単。アトラクションの説明をしてくれているのですね。私が寝ている間にこのラインを通れば OK。つまり、つまりどういうことでしょうか。なんでこの作品、つまりの後説明しない奴らが多いの。つまりという言葉間違って浸透しない？何なんですかあれ。起きてるのか寝てるのか、百鬼夜行の生徒ってああいうのばっかりなんですか。そんなことないよとは言い切れない。確かに変な奴ら多いからな。く、まさか、眠り姫のアトラクションだなんて。ああ、これ生徒だった、ごめんなさい。寝ているのか起きてるのかわからない。どうしたら。くぅ、今だ、今はさすがに寝落ちしてるはず。はあ、強い。僕モモトークをちょっとだけ、あの最近の実況だと皆さんイメージないかもしれないですけど、本当の最初ってストーリーに関係なく気になる生徒のモモトークプレイしてたんですよ。で、僕この椿さんのモモトークちょっぴりやってて、寝たまま戦える人なんだよね。それ知ってるから、あの多分隙がないと思うんだけど、正直あの普通に強行突破するしかないと思う。普通に実力で上にならなければ意味がないというか、クリアできないと思うんだけど、一般生徒からしたらそんな風に思わんよな。寝ている隙にこのラインを通過したら合格、ラインを超える瞬間に気づかれたら失格。だからそこのみんな失格かな。あ、気づかれた時点ダメなの。強行突破ダメなんだ。そういうゲームじゃないんだ。お、なにこれ、なんだ今の。こうドカタみたいな人たちめっちゃ来たけど、すごー、何、軍隊来たけど、軍隊って感じじゃないけどね、なんつうの、建設現場のおっちゃんたちみたいな人たち来た。うわー、何スタッフ、これもみ、皆さん連れ去られてしまいましたね。強制退場でしょうか。あー、それ結構きついな。椿さんいつ寝てるかマジわかんないからね。今回のゲームは普通に真っ向勝負じゃなくて、寝てる隙に移動しなきゃいけない、だるまさん転んだ形式みたいな感じか。凝ってるなぁ。凝ってるとかいう問題？次の挑戦者は誰？これさっきの関門とは全然レベルが違うんじゃ。急いでるのに、こんなのどうすれば。部長、そして主殿、ここはイズナにお任せを。イズナちゃん？イズナ、何か方法でもあるの？はい、こんなことあるかと備えておいたのです。こんなこと普通あるかな。何を想定して用意したの。このリング、聞き筒を使って、聞き筒。椿殿が寝ているかどうか、あの狸寝入りの術をカンパしてみせます。なるほど、そういう道具があるんだ。筒だから、あの、伸ばして寝息とかを聞くみたいな、そういうこと。イズナちゃん、頑張って。よし、やっちゃいズナ。では。参る。ふう、聞いている、耳を澄ませている。すや、どうだ、寝てるのか起きてるのか。今です。シュバババババ、イズナやりました。ん、すげえ。普通にすげえ、普通にすげえ人材入ってる。やっぱり、イズナさん、イズナさん、ん？え、合ってる？イズナさん、すげえ。普通にすげえ人だった。あ、おめでとう。すごい。なんだ、あの技は。あの眠り姫の試練を突破した。誰だ、あいつ。誰だ。ね、忍術研究部、すごすぎったら。誰？今、誰だったんだろうな。ろれつ全然回ってない、あの、百鬼夜行生いたけど、今、誰だったんだろうな。イズナすごい。さすがイズナちゃんです。いつの間にかイズナが忍者として成長してる。先生は胸がいっぱいだよ。上にしよう。よくわかりませんが、手放しで褒めた方が良い流れですか。一番まともな人ここにいるからな。
困っちゃうな。よし、じゃあ私たちも。うわあ、びっくりした。どうして急に撃ってくるのさ。全員が突破できたわけじゃないよね。え？なるほど。ってことはこの場合全員クリアしないといけない。とはいえ一人は突破できたわけだし。じゃあ特別ルール、他のみんな私にかけたら OK ってことにしようか。さて第2関門眠り姫椿いくよっていうストーリーか。なるほど。ん？今どっち見たんだ、わかんなくなるなこれ。カッコ1見た気がする。カッコ2見ていきましょう。お疲れ様。正式に通過ってわけじゃないけど、まあいちいち全員やったらめんどくせえからじゃない。まあ一応ありかな。ってことは通ってもいいってこと？あ、全然みちるちゃんの声に変えなかった。次のアトラクションはまっすぐ進んで右の方だよ。ところでみんなが放送で言ってた忍術研究部？あ、そうだけど。そっか、忍者ってすごいね。ああ。お、浸透され始めてるぞ。はい、忍者すごいんです。頑張ってね、私はここから応援してるから。忍術研究部を浸透させたいのかな？ニアさん的にも。どうなんだろう。なんかニアさんがやっぱ裏で握っている感はある気がする。スムーズすぎるんだよな。なんだろう。パンデミニウムソサイティの人がさ、誘拐されたのにさ、割とスムーズすぎるんだよな。そういうのを教えて、こういう事態なんです、やばいんですっつって、取り繕って、まあ普通に何事も問題なく普通にアトラクションが進んでるんだよって言うならわかるんだけど、こちら側からのアウトプットを受けてもないのに、スムーズすぎるなとはちょっと思っていて。だから、まあ何かしら理由があるんだろうけど、にしてもそこがあまりにもブラックボックスよなと思ってて、予想の範疇出ないよね、今のところはね。部長、その、さっきのお祭り運営委員会もそうだけど、こうして他の生徒からちゃんと褒めてもらったのは初めてかも。当然です。忍者はすごいものなので。ですよね、主殿。そうだね。忍者はかっこいいよ。みちるちゃんはどういう気持ちなんだろう。とりあえず突破できたならさっさと進みましょう。こうしてる間にもう距離が離されてしまいます。いや、そうだった。よし、行こうみんな。ってところで終わるのか、眠り姫が。結構今回進みがいいな。どうしようかな。最後までワンチャンいけるか。さすがに無理か。とりあえず次は独身術師。独身術師って誰だ。心を読む人みたいなのはいるって聞いたけど。あれ、それどこで言ってたんだっけ。ニアさんのこと言ってた。あれ、なんかでも誰か言ってなかったっけ、この不死のバズの心のエピソード内で。さあ、白熱の追撃戦ですが、現在最も頭角を現しているのは、私の予想通り忍術研究部の、忍術研究部。どのチームよりも早く眠り姫の試練を通過しました。これが噂の忍者の力なのでしょうか。もちろんあのシャーレの先生が手助けをしているので、その辺は込み込みで考えた方がいいかもしれませんが、まあみんなが楽しんでこそのお祭りですからね。これくらいのルール違反は目をつむるとしましょうか。では引き続き張り切っていきましょう。何から何まで全部見られてるな。まあバレてなさそうなのは幸いですが、あ、バレてないっていう発想になってるのか、こっちは。あ、そうなんだ。え、でも須田舞、あ、でもあれが須田舞一座に見えないというか、雇ったスタッフだと思ってんのか。そこまでニアさんが把握していないという視点なのか、これ。個人的にはなんかニアさんが裏で手を引いているように見えるんだけどな。眠り姫のところを最速通過したのってあの人たち？眠り姫って修行部の部長でしょ？あ、部長、あの人だったの？あ、部長だったんだ、椿さんって。俺部長だと思ってなかった。なんか、忍ばずの心よりも前のお祭り騒ぎあったけど、別に部長って思ってなかった。もう一人の、大和なでしこの方の人だと思った。ああ、そうなんだ。部長だったんだ。すごいけど、そもそも忍術研究部ってあんまり聞いたことないよな。そんな部活あったっけ？あったのかな？にしても変わった名前だね。変わった名前。まあ、聞き慣れないからってだけだと思うけど。忍者部とか忍道部じゃなくて忍術を研究する部だからね。なんだろう。自分たちが忍者じゃない
のが違和感なんじゃない？だって修行部って修行する人たちじゃん。でお祭り運営部もなんか自分を表してるけど別に忍者ではないんかみたいな、忍術を研究するだけだって忍者ではないんか、うんみたいな感じでちょっと違和感なんじゃない？そうかもだけど、こんなに噂をされるとプレッシャー感じますね。ですがここまで注目されてるということはかえって忍者の魅力を伝えるチャンスですねえ部長。注目はいいことだけど結局最終的に結果を出さなくてまた変な目で変な見られ方をされちゃったらって悩んでる場合じゃない。とにかく一刻も早く須田間一座を。次はあ、この人が心読める人なの。なるほど、皆さんでしたか。ここは第三関門です。独身術師ことこの私水葉美森が皆さんをお会いいたします。三森さんですね。独身術師、そういえば聞いたことがあります。ただでさえ不思議な人が多い修行部ですが、その中には相手の心を読むことができる方がいると。三森にそんな能力が。あ、それはそのそういう役柄として採用されたと言いますか、なんと言いますか、もともとそういう能力があるわけじゃないってことか。とにかく第三関門はこれまでの中でも最難関。私のこの私独身術師の三森がお相手を。すいません、この場は乗っていただけると嬉しいです。あのお祭り騒ぎでもこういうなんだ、役に入るというか演じることがちょっと苦手な人だよね。ごめん了解。なるほど、さすがは観光業の百脚子、こういう演技も観光の一環と。あ、とりあえず覚悟してください。とりあえず覚悟してくださいって何？皆さんの考え読み取ってみせます。いけるのか、いけるんか。まずはイズナちゃん。なんでしょう。イズナちゃんはこの先に進むため私たちのことを倒し、私のことを倒したいんですよね。どうしてそれを。ここに来るやつは 100% そうだろ、バカがよ。そしてつくよちゃんは頑張ってお友達の役に立ちたいと。あ、まあこれはちょっとつくよさんに寄り添った回答だよね。すごい当たりです。そしてみちるちゃんは、お、え、すげえじゃん、ちゃんと見破ってるじゃん。たくさん悩んでいるようですね。複雑な心境の中で進むべきかどうかについても悩んでいる。いかがでしょう、皆さんの心が読める私を果たして皆さんは倒せるでしょうか。よし、じゃあ次は私、エロいこと考えよう、エロいこと考えよう。みちるちゃんのパンツのこと考えようぜ。どうかな、あのネズミマークのあのなんかクマちゃん印パンツみたいな感じで、ネズミちゃん印パンツかな、それともシマパンかな、うーんっつって。え、ああ、かまいません、それでは先生の心も読んでみせます。みちるちゃんのパンツね、みちるちゃんのパンツよ。むむむむむ、どう、はっ、先生、お、バレてる。怖いって、みおりさん、そんなことをお考えに。え、いや、みちるちゃんのパンツなんて考えてないです。みおりさん、私がパンツのこと考えてたことを、あの、言わないでください。それは、その、今はいけません。後だったらいいんかい。先生、一体何を考えてるんですか。え、よ、え、ど、え、アドリブで変なこと言ったら、まさかになんか、なんか当たっちゃってるんだけど、どうしよう。なんかいろいろ誤解されてる気配。いや、誤解じゃないです。みちるちゃんのパンツ考えてました。なるほど、こうして内部分裂を引き起こすというのが狙い。独身術師強敵ですね。イズナちゃん部長、私いい方法を思いついたかもです。いい方法、部長から借りた漫画で読んだことがあります。主人公たちが独身術を使う忍法術師と戦った時の作戦、その名もボーッとする作戦です。あ、水拳とかあったりもするもんね。相手に行動を読まれるから、なんか思考を読まれないようにするために水拳を使ったり、なんか頭を空っぽにするっていう。なるほど、何も考えなければ心を読まれることもありません。みんなでぼーっとしましょう。了解です。それぼーっとしてんの、ぼー。え、あー、うん、やってみよっか、ぼー。こわっ。
ミチルちゃん顔怖っ。何ですかこれ。そうきましたか。どうきましたか。それでは私も全力でぼーっとしてる皆さんの心を読んでみます。ミチルちゃんの顔面白すぎるんだけど、それぼーっとしてんの。ゴミを見るような目で見てないそれ。ぼーぼーめめめめめめ。この構図おもろ。すごい勝負だ。すごい勝負か。それ本気で言ってます。いや別に対決とかはいいんですけど、これいつまで待ってればいいんでしょうか。ツッコミ不在ですし、いや僕らなんじゃないの。いろはさんと先生しかツッコミ役いないんじゃないのこの場。っていうか何ですかこの茶番。まあもともとアトラクションの一環だし。あ、ちなみにここで今回のアトラクションのコツをお伝えしますね。なんか急に現実に引き戻すじゃん。どうしたん。ここでは門番を倒せばクリアになります。えみたいな。戦えばええんかいみたいになるやつじゃん。なるほど。なんだって。これもしかして私が空気読めてないんですかね。あ、うん、まあ3割ぐらいそうだけど、7割ぐらいはまあ緊急事態やからな。いや仕方ないと思うて。うん、なるほど、やるしかないってことかな。かっこつけるな。やる気は十分のようですね。では私不肖見守りがお相手いたします。はい、かっこにやっていきますか。どう、結局倒せばいいんだから、読まれようが読まれまいと倒せばええやんって話。実際本当の能力でもないしな。どうやら皆さんお疲れ様でした。合格ですので通ってもいいですよ。いいんだみたいな。結局は武力界成功でしょうか。はい、月夜殿のおかげです。よかったよかったね。まあ独身術と言いますか、何と言いますか、詰まるところ顔色を読むのがものすごく上手みたいな話ですよね。まあメンタリスト的な。三森はいい子らし、みんなのことをよく見てるからね。あ、こちら。もう先生までそんなことを。そちらの方がおっしゃった通りです。イベントの一環で名乗っているだけと言いますか。とにかく忍術研究部の皆さん、改めておめでとうございます。よし、じゃあ早速次に。あ、みちるちゃん。え、あ、私な、何かな。出会ったばかりの私が言うのもどうかなとは思うのですが、一応お伝えしておきます。一つの意見だと思ってください。何を言われるの。何かを怯えてるのかな。なんか同好会のまま楽しくやれる方がいいみたいな。部長だと実績を求めないと、部だと実績を求めないといけないから、それが堅苦しいからやりたくないって思ってるのかな。実はみちるちゃんの優しさは素敵ですが、みちるちゃんが思ってるよりみんな強いと思いますよ。いい。それはどういう。ほら早く行きますよ。立ち止まってる場合ではありません。いぶきの元へ急がないと。あ、うん。では皆さん頑張ってください。あと先生、お昼からそういうのは、その、まあごめん。うん、特にしかもね、あのグラマラスな方じゃなくて、ちょっと幼女体型のパンツを想像するのは良くなかったと思う。確かに今お昼だし、ちょうどあの時間にして13時4分なんだ。ごめん、あのとある土曜日の13時4分なんよ。まだお昼だよね。ごめんね、そういうの考えちゃダメだよね。うん、誤解だと思います。その件について後でしっかり話そうね。あ、語り明かすんですか。あ、ミチェルちゃんのパンツってどんなんやろなーってのを三森さんとあの語り明かす可能性がありますね。すいません、適当なこと言ってますね。はい、というわけで、引き続きやっていくんですけど、トリックハウス第4関門はトリックハウスらしいですね。やっていこう。結構スラスラ進むな。どうしようか。赤いでちゃんだ。はいはい、第4関門へようこそ。ここは罠や仕掛けがいっぱい、トリックハウス。この渦巻き映画村でもかなり有名なアトラクションの一つだよ。つまり忍者屋敷。それはよくわかんない。わかんないか。わかるだろうが。とにかく第4関門はこのトリックハウス。担当私、勇み楓15歳。15歳だったの君。
おっぱい発育えぐ趣味はカブトムシ集めだよ。カブトムシ集め好きなの。あのもうギャップえげつな、もうこのキャラクターに対するギャップえげつな。君レディー目指してるんじゃないんかい。レディー目指してる人が別にカブトムシ集めすることを否定はせんけど、別に女性の方がカブトムシ集めすることを否定はせんよ。男女差別的な意味ではないけど、レディーかは怪しいかなと思うわ。ちょっとうん、やっぱり楓もいたんだね。淡白だな反応が。まあね、ちなみにお姫様を誘拐した悪党はこの屋敷の中に逃げたらしいよ多分。全然情報の信憑性がないんだが大丈夫そう。そしてこの関門でのルールは簡単。脱出する。このトリックハウスの中に入ってゴールにたどり着けば OK。 でも中にはたくさんの試練があるから一筋縄じゃいかないよ。よし、わかりやすい。トリックハウスでも忍者屋敷でも何でもかかってこいだよ。あ、部長。部長、事前に攻略方法の相談などは。大丈夫大丈夫、進めばなんとかなるよ。基本的に観光客向けなんだし、そんな難しいのはないはず。いやいや、絶対難しいのあるよ。あ、まだ説明の途中なのに。あ、なんか踏んだ音した。え？ミチル危な。死ぬ。にゃはは、次々と襲ってくる試練、それに立ち向かっていく少女たち。そしてその横には、まあ期待はあったけど、なるほど、うんうん、面白いね。ニア様、これは一体どういう状況ですか。どうしたのか。ほう、お姫様を誘拐する役の方からご連絡がありました。自分たちの出番はいつなのかと。これが本当だとしたら、今伊吹さんを誘拐してるのは一体。あら、まあそれはおかしいね。どういうことなんだろうね。またこういう流れですか。今回は何のために。よくそういうことやるんだ。とにかくあとは私の方で動きますので。陰陽部の両親はあの人なのかな。まったく相変わらず真面目だね。はてさて、この先はどうなるかな。今まではなんとかなったけど、そろそろ問題が、何、顕在化で読み方ってる。顕在化してもおかしくない。さて、そんな彼女たちのためにどんな答えを導くのか。期待しとり、期待しとりますよ、先生。全然こういう方言のイントネーションで読めてない気がする。知らないんだもんだって。しょうがないじゃん。そんなこと言ったって文句垂れてもしゃあないよな。お、気失ってんのかな。ということで、忍術研究部の皆さん、今度の講演よろしくお願いしますね。では行動を開始する。迅速に進め、邪魔者は処理せよ。行くぞ。須田舞一田気まぐれ流階層かな。眠り姫ってあの修行部の部長でしょ。すごいけど、そもそも忍術研究部ってあんまり聞いたことないような。にしても変わった名前だね。なんだろう、みちるちゃんは何を気にしてるんやろ。千載一遇のチャンス、一気にイメージアップして堂々と正式な部活になって、伊豆名と月夜の前でしっかりと胸を張れるようになる大事なチャンスだから、私は絶対に。あれ、ここは、あ、起きた。罠が発動してここに落っこっちゃったみたい。罠ってことはやっぱりこれ忍者屋敷じゃん。あ、こんなことをしてる場合じゃない。先生殿、早くここから抜け出し。ごめん、ちょっと待ってもらえる。足くじいちゃったみたいで。おお、先生が負傷するケースだ。珍しい。ボリューム3でしかなかった。足ってことは、ここに落ちた時に。もしかして私が無傷なのって先生殿が。私が一人で勝手に走り出したせいで。みちるのせいじゃないや、大丈夫。いい先生や。どうした、みちるちゃん。みちる？私のせいで。私のせいで全部台無しに。どうしよう。ごめん、ごめん先生殿。
結構フォントがでかかったし大きい声だったのかな。なんだろう、みちりちゃんはプレッシャーだいぶかかってる感じなのかな。なんなんだろうな、少し落ち着いた。グス、うんうん、さっきの台無しにっていうのはどういうことか聞いてもいい？最初から全部私のわがままだった。あの子、伊吹が誘拐された時、本当ならすぐ通報するべきだった。すぐに陰陽部とか百花両羅に連絡してれば多分解決してた。私が自分のわがままを。正式な部活になるため？もともとそれがやりたいしの。うん、忍者のことを広めたいのは本当。でも他の生徒たちに話したところでそれを笑わずに受け入れてくれるかすごく怖い。あ、だから話してなかったってことか。そもそもあの他の部活から3つ申請協力できるみたいな、なんだっけ、保証人みたいなの立てないといけないけど、それを話して回ること自体がそもそも怖かったって話か。だからこれをこの機にとにかく先に正式な部活になりたかった。推薦状なしに正式な認可がもらえるかもしれないなんて、こんなチャンス二度とないかもしれない。だから何とかして成功させたかった。あんなに純粋な憧れを持ったイズナと、何も知らなかったのに巻き込んじゃったつくよ。私はあの二人に対する責任がある。部長している。あなたがつくよ。びっくり当てなみたいな。もしよかったら忍術研究部に入らない？誘ったのがみちるちゃんだったんだ。二人に胸を張れる、そんな先輩になりたかった。最悪の場合、このまま公演が失敗してチャンスがなくなるだけならまだいい。でも私が通報を戸惑った、躊躇しただよ、躊躇だよね、これ読み方違うなんだよな、なんだっけな、多分なんだ。戸惑ったでいいのかな。でも戸惑うって違う字やうよな、躊躇したって読み替えちゃうか。躊躇したせいで須田間一座に誘拐されたあの子は今泣いているかもしれない、辛い目に遭っているかもしれない。全部私のせいで、もしこれが世間に知られたら、伊豆名も月夜も何もしていないのに後ろ指刺されるかもしれない。忍術研究部に関わったってだけで、私のわがままのせいでたくさんの人に迷惑がかかってる。伊豆名も月夜も全部知ったらきっとがっかりすると思う。全部私が怖がっていたせいでこんなことに。私はもう足治ったかも。頑張るな君は。で先生殿、今すごい真面目な話をしていたんだけど、アニメでよくあるメインヒロインが大事な悩みを暴露する9話か10話あたりのシーンだったんだけど。わかる。そこクライマックス前のね、あるよねそういうのね。それをそんな軽く、もう泣いちゃいそうだよ。いやもう半分くらい泣いてるけど、じゃなくて、申請書を出さなかったのは怖かったから。うん、それはそう、正式な申請書なんて出せるわけがないじゃん。やっぱ忍者ってみたいな感じになるってことか。忍者って何って、忍術研究部って何って、それが普通の反応でしょ。アニメや漫画の話って思われて当然。そんな部活の推薦状なんて誰にも認めん、誰にも頼めないか、頼めない、誰かが認めてくれるなんて思えなかった。ああ、忍術を研究したいと、忍者が好きなみちるちゃんが一番忍者を信じられてなかったっていうことなのかな。熱いな、それは。結構好きだな、そういうバックグラウンド。下手に何かを言い出したら、後ろ指刺されたり、バカにされたりするかもだし。私だけならまだし。あの二人は、そこから先は私が勝手に同意できることじゃないかな。その答えを知ってるのはあの二人だけじゃないかな。それを話して、
じゃあ確かにな、確かにじゃあ内輪でやるかなのか。いやそんなことないよと。その笑われたとしても同意を求めに動くべきだと。今まで動いてると思ってたから、動くべきだと思うかどうかは二人次第だもんね。先生殿、さてそろそろ行こうか。後悔先に立たずって言うからね。後悔先に立たずって言うっけ？後悔って後に立たずじゃなかったっけ？ごめんなさい、ちょっと慣用句弱いですね。うん、とりあえずここを抜け出さないと。ありがとう先生殿。どういたしまして。あ、メイクちょっとよれてるよ。なあ、今の流れから普通レディーにそんなこと言う？まったくもう。でもこれ適当に進んだところで。部長、あれどうしたの？隠し扉がある。この廊下、この間取り見たことがある。もしかしてこれかまぼこ突風伝？ナルトだ。ナルト疾風伝じゃん。ナルトっていう漫画があるんですけど、ジャンプの忍者の漫画なんですよ。で多分それ元ネタで、まあナルトとかまぼこって近い、同じさ、魚のすり身を何かまぼことかそのナルトとかにさしてるじゃん。あれってすり身じゃん、もともと魚ので。突風伝って言われてんって一瞬思ったんだけど、アニメでね、ナルトっていうジャンプの漫画作品があるんだけど、アニメ化されてて、子供時代はナルトなんだけど、大人時代になった時にナルト疾風伝っていうサブタイがつくんだよね。疾風伝っていうサブタイがつくんだけど、多分それ元ネタなんじゃねえかな、これ違うかな。わかる、全部覚えてる先生殿。こっち、うん、行こう。さあ外出るぞ。壊さんかった、それ壊してね。大丈夫そう？なんで給食部の子たちいんの？なんで？あ、この子たちも挑戦してるっていう体なのか。美食研究会、ここ美食ありそうかな、どうだろう。なんでしょうね、このやはり百鬼夜行、日本っていうか考え方ないな、和の国ですねみたいな感じで、和食といえば百鬼夜行みたいな感じで、春菜さん出てこないかな。これがお刺身ですかみたいな。お刺身くらいは知ってそうだけどな。やっぱりこれかまぼこ突風伝の忍者屋敷そのままだ。っていうかこれ著作権的に大丈夫なの？観光地にはよくあるよね、もしかしてコラボしてるとか。あとで担当者を問い詰めないと。でもそれより、あ、お疲れ様。あれ、これで？これ出口？もう二人ともルール説明が終わる前に行っちゃうから困っちゃったよ。さて、じゃあ今更だけど改めてルール説明。このトリックハウスを抜けた人には挑戦権が与えられるの。挑戦権？そう、挑戦権、つまり戦うんか、また。私楓に対して調整を申し込める権利だよ。私に勝てたら晴れてクリア。それじゃあいくよ。結局そうなるんじゃん。まあそういうものだよね。そういうものか。これどこまで読もうかな。時間的にもう50分だから最後までちょっと走り切れるんかな。結構早い可能性もあるんだよな、後ろが。一応せき止めていたものが1,2,3,4,5 か。5話だけやんの微妙だな。ちょっととりあえずこれやるか。スッて終わるといいけど、ここが5話ってでも長いもんな、地味に。はい、クリアおめでとう。はあはあ、連戦は疲れる。じゃあ私はちょっと結果報告行ってくるね、バイバイ。スタッフも大変だな。なんとかなってよかった、お疲れ様。他のメンバーは月尾さんとイズナさんは来たかな、聞きましたよね。イズナさんだっけ、イズナさん、え。名前がゲシュタルト崩壊してくんだよな。名前覚えられん、おじいちゃんだから。あ、ご無事でしたか、イズナさん。あってた、アルズの、それに部長つくよ、イズナ。イズナちゃんとどうにかここまで来たのですが、すっかり迷ってしまいました。永遠に出られないかと思いましたが、なんとつくよ殿が
解決方法を見つけてくださったんです。昔部長から借りた漫画で見たことあるなと。あの時部長がおすすめしてくれてよかったです。えへへ、それはよかった。あれ、ところでイロハ、イロハ殿も途中までは一緒だったのですが、途中ではぐれてしまい、どこかで会えるかと思いましたが、いつの間にゴールまで。戻って探してみましょうか。つくよ、イズナ。私、二人に言っておきたいことがあって。はい。どうだ、伝えるのか。ふう、ことが大きくなる前に追いつくことができて何よりです。カホ、この事態についてはいろいろと皆さんにもお伺いしたくはありますが、とにかく公演は中止です。中止にしちゃうの？それ伊吹さんかわいそうやない？どうなんだろう、これ最後までいけそうじゃね。1時間半ぐらい収録、あと30分ぐらい収録すればいけそうな気がするな。やります、今回やります。忍ばずの心、最後までやらせていただきます。中止って、遅巻きって言い方するのかな。遅巻きながら状況は把握しました。よりによってこの交流会でこんなことが起こるだなんて。どうしてこのタイミングまで誘拐の件について連絡がなかったのかお伺いしたいところではありますが、それは、それについては一旦不問といたします。いろいろと頑張ってくださったような感じもありますし、まあ、伝えちゃうと普通に政治問題に発展するだろうって思ったって言えばいいんじゃない。しかしこの件は一旦ここまでです。手を引いてということですか。はい、幸いにも逃走中の須玉一座気まぐれ流の現在地は把握できています。百花繚乱も招集済みです。招集済みか、合ってるね。招集済みです。以後は、陰陽部の方で受け持ちますので。それでは、まあ、待ってください。そうです、まだ公演が失敗したわけでは。みんなで力を合わせてここまで来たんです。あとは須玉一打さえ捕まえられれば。その心意気は結構ですが、それは本当に全員の総意なのですか。肝心な方だけは何も口にされていない気がしますが。部長、まあ、トップだからな。部長は頭であり、あのみんなを率いる最終決定権を持つ人だからね。部長はどうお考えなんですかと。ふう、外部的にはまだ公演が続いていることになっていますが、正直に申し上げます。すでに公演は失敗です。そうかな？そんな要素あった？なんか割と普通に逃げてるし、伊吹さんなんか割と楽しそうだったけど。その後始末を正式な部活でもない忍術研究部の皆さんに任せるわけにはいかないのです。ですから、ここで手を引いてください。正式な部活になる方法でしたら、他にもあるでしょう。どうだ。カホの言う通りかもしれない。部長。ミチル。最初から全部私のわがままのせいだった。私が欲張ったせいで。ごめんみんな。カホも先生殿も。こんなことに巻き込んで。私のせいであの子も、伊吹も泣いているかもしれない。私がバカなことを考えたせいで。だから、ここでもう終わ。ダメです。つくよさん。ちょっと泣きそう。サブイベで泣くと思わんかった。メインストーリーじゃないのに普通に感動する。多分、伊吹ちゃんという子供が、子供レベルの子が関わってるから、僕子供弱いんですよね。あの心温まる系の、なんだろう、育児ドラマみたいなやつとか結構あの弱くてさ、あの全超余談なんだけど、昔丸物を着てってドラマがあって、あの毎は泣いてたんだけど毎は泣いてたんだけど、ちょっと今来てるわ。カホさんのおっしゃることは間違ってないかもしれません。私にはわからないことばっかりです。まだ忍者のことも今回のことも、申請書の件も、どうしてそれを私やイズナちゃんに言ってもらえなかったのも。私はただ体が大きいだけだから、できないことだらけで、わからないことだらけです。
つくよ。ですがそんなのは今はどうでもいいんです。だって私たち約束したじゃないですか。約束？いぶきちゃんに怖がらないでって。そう、これなんだよな。これがあるから、忍者とやし、忍者として約束したから言ってあげてほしい。何があっても絶対助けに行くって。そう、ポーズも決めたしな。はあ、部長。忍者の鉄則その3、忍者とは一度交わした約束は必ず守るものです。だから先生、うん、引き下がれないと。申し訳ありませんね。ん？申し訳ありません。仕方ありませんでだった。なんで読み間違えたんだろう。ならばこちらも実力行使とさせていただきます。つって戦闘に入ると。忍者の、ん？違うな。せき止めていたものだな。ここだな。ん？あれ？ああ、よかった。続き合ってるね。あの、カホさんと戦闘になったっていう設定なんだろうな。なるほど。これが先生の。そして。今更ですが、どうしてそこまでするのですか？正式な部活になる方法はいくらでもあるでしょう。だこの子たちにとっては別に部活になることがゴールじゃないんでしょう。そもそも、ねえ、みちるちゃんもバカにされるんだったら正式な部になんなくてもいいなって思ってた。なんなくてもいいなっていうか、そういう方法で正式な部になってもあんま意味ないやんみたいな感じだったじゃん。言われんの嫌だしみたいな。だこういうイレギュラーな方法でもなれたらいいなっていう形だったから、あの実質本質として彼女たちが思ってるのは、あの部活になることがゴールじゃないんだよね多分ね。それは簡単です。私は部長が決めたことについていきたいだけですから。かっちょいい。たとえ部長が何を考えていたとしても。はい、イズナも同じです。私たちはそれを信頼しますし、ないがしろかな、ないがしろにしたくはありません。なぜなら私たちは忍術研究部なので。この部活のことを一番分かってなかったのはみちるちゃんだったのかもしれませんね。なんとなくは分かってるんです。でもそれはいいんです。部長が思ってることをでしょ。あのなんで申請書をなんやかんや、その保証人、あの他の部活からの保証人を出すっていうところをクリアしなかったのか、なんとなく察しがついてるってことね。軽薄で欲張りで見栄っ張りでどうしようもないほど、いつも行き当たりばったりで、でも忍者が大好きで私たちのためにっていつも頑張ってくれる部長だから、だから回想だ。これ出会った時の話だね、多分ね。あなたがつくよ。おお、背が高くてかっこいいね。自分のコンプレックスを初めて褒めてくれた人なのか。え、あー、その私は超強い忍者になれそう。もしよかったら私が作った最強の部活、忍術研究部に入らない？最初はこの二人で立ち上げたってとこだね。大好きで尊敬しているんです。だから部長が信じる道を行きます。講演を専攻させて正式な部活になりたいんです。伊吹殿との約束も伊豆名たちとの願いも必ずや叶えてみせます。はい、それが忍者ですから。ですよね部長。つくよ。私は。そうですか。何の音？なんか引きずってる音みたいな。あれ？この音は？え？何？太鼓みたいな音聞こえてきた。イロハさんだ。戦車持ち出してきたの？この人もしや。無事でしたか？イロハ！トリックハウスで迷子になったから連れてきた。怖すな！トリックハウスを。なんか知らない間に戦車が用意されててびっくりしたよ。あのトリックハウスとやらをさまよう中で気づきました。どうして馬鹿正直に
自分の足で走っていたのかと。はじめからこうするべきでしたね。改めて、伊吹を助けに来ます。皆さん、ますか？諦めてないですよね。一番乗り気だ。ま、待ってください。顔。ああ、この顔する人たち、まだいたんや。そうか。あれね。あの、アルちゃんタイプね、君ね。ま、待ってください。そうか。白目向く女の子、他にもおったんやな。アルちゃん以外にも。部長！部長！みちる。ああ、もうよし。吹っ切れた。行こう。忍術研究部。これが忍ばずの心か。一ミリも忍んでね。本当に。やっていこう。忍者の鉄則。ああ、これ逆になってんの細かい。少女のルビが以前忍者だったけど、忍者のルビが少女になってるね。忍者こそが彼女たちだったっていうことだろう。まあ、確かにナルトも忍んでねえしな。そんなこと言っちゃいけないか。なんすかこれ、全部めちゃくちゃじゃないすか。ニヤニヤ教授の作戦が、なぜ、ニヤニヤ教授の作戦いずれ、作戦がになっちゃう。みんな頑張ってますか？ますます激しくなる追撃戦。それもそろそろ終盤です。さあ、どうなるんでしょう。実況。くそ、陰陽不明。最初から交流会を混乱させて要望を飲ませるなんてのが甘かったか。どういうこと？あ、交流会を混乱させて要求を飲ませるってのは陰陽部を失墜させたいって考えてたから、この須田舞一座さんたちは。だから交流会を混乱させて人質を返してほしけりゃ言うこと聞けよってする予定だったってことね。こうなったら直接行って銃弾をぶち込んでやる。行くぞ、陰陽部のところに突撃だ。マジか。なるほど、それでこそリーダーっす。さて、どうする？戦車乗って突っ込んでいくぜ。須田舞一座発見です。確かこのイベントの画像っつうのが、確か戦車と戦車の上に忍者のみんなが乗ってるみたいな感じだったよね。な、戦車だと。どうするんすか？縄文の前にある橋を爆発で吹き飛ばす。あ、来れないようにするってこと。お、ナイスアイデア。そうすれば追っては来られないはず。派手に吹っ飛ばすっすよ。お、どうなる。お、爆発した。今の爆発は、やば、橋が吹き飛ばされてない。おお、イズナ、こういうのドラマで見たことがあります。追撃戦の王道ですね。どうする、イロハさん。いろは、どうしようか。橋を破壊して追撃を振り切ろうと。甘いですね。なんで余裕なの。これ飛ぶの。この戦車飛べるの。先生もそれ以外の皆さんもしっかり捕まっててください。盛り上がってまいりました。まさか、ワイルドスピードで見た。こいつ戦車をワイスピのようにコントロールするやつなんか。ドライビングテクニックが試されるぜ。いっけー。激アツじゃん。足場がないから何なんですか。これくらいで諦めるわけないでしょ。クソ熱い。盛り上がってきた。あれだ、乗ってる楓さんだっけ。楓さんも乗ってる。何言ってんのねえ。必要なのは速度。方針を後ろ側に回してください。発射準備を。あ、それで飛ぶの。撃って飛ぶの、後ろ側に。面白すぎるだろ、発想が。発砲の衝撃で飛び越えます。それ本当にいけるかな。大丈夫です、映画で見ましたから。お前ら創作物好きすぎだろ。なんかドラマで見たみたいな話もさ、伊豆名さんしてたじゃん。だからお前ら創作物の影響を受けすぎだろ。気合い入れてください。のわー。一番そういうの動じなさそうな、なんか忍者という立ち位置の部長が一番動揺してるんだけど。おもろー。忍者の鉄則2見ていきましょう。追いついた。
ボロボロになってるけど。イズナもうヘロヘロです。戦車ってあんなに怖いものだったんですね。もう疲れた。ダメじゃねえか。先生、伊吹のことどうか。いや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 。おいおい、お前ら飛べたの？ちなみにミチル立てる？うん、なんとか。残ったのは私たちだけかな。読んでるストーリーの順番合ってるよね。鉄則で飛んだよね。合ってるよね。で、そのままボカーンってなっちゃったってことでしょ。着地したはいいけど。行こう、先生殿。約束を果たすために。多分ストーリー上なんか飛んでる感じはしないんだよな。大丈夫だと思う。到着だ。陰陽部の部長はどこだ？どこっすか？ニアさん。にゃはは、お疲れ様。な、映像投影。さあ、公演もついに大詰め。最後の最後に笑うのは一体誰なのでしょう？はあはあ。ふうふ。お姫様、返してもらうよ。だぞ。とは言ってみたものの。頑張ろう、ミチル。ミチルちゃん、自信がないタイプだよね。うん。なんやかんや自信がないみたいなことなんだ、これ。で、あれ、先生殿が妙案を出してくれるとかじゃない感じ？つまり基本的私一人で須田舞地座を相手するとはいえ3人ぐらいしかいないぞ。それ以上近づくな。この姫を投げ落とされたくなかったらな。人質が取られている。おっと、白熱してまいりました。筋書き通りなんでしょうか？あの発言は OK なのでしょうか？ああ、もう筋書きだとかなんだとかうるさいぞ、陰陽部。いや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 、何もできないじゃん。伊吹ちゃん落とされるわけにいかないし、私なんかじゃもう無理。よく考えてみたら、ここまで来れたのだってみんなのおかげで、私はただ勢い任せてそのここまで来ただけで、こんな時に限って何の役にも立たない。あんなに大口叩いたのに、正式な部活にって言ったのに、つくよにイズナにあれだけ励ましてもらったのに。おっと、どうやらあの挑戦者何かを悩んでいるようですね。ああ、もううるさいな。悩みに決まってるじゃん。こんな一歩間違えたら全部終わりの状況で。足だって震えるし、心臓も破裂しそうだってば。こんなことになって、あんな電気が消えるだけで怖がってた伊吹ちゃんもきっと怖くて震えてるはず。忍者のお姉ちゃん。ああ、伊吹。やっぱり忍者のお姉ちゃんだ。伊吹、ちゃんとおとなしくしてたよ。って全然泣いてない。今気づいてないんじゃない？いやー、誘拐されたんだし、すごく怖かったんじゃないかなって。全然そんなことないよ。だって泣いちゃう、これ。ちょ待って、子供系弱いんだって僕。これ恋の弱い、ごめん。めっちゃ泣きそう。何があっても絶対助けに行くって約束してくれたから。忍者の掟。私たち約束したじゃないですか。何があっても絶対助けに行くって。これぞ忍者。と、止まれ。下手に動いたらこの子の安全は保証しないぞ。嘘じゃないからな。それ以上来たら本当に。お、なになになに、どういうこと？あ、落としちゃったってこと？いぶき、危ない。間に合え。せーの、ミチル流忍法。忍者だ。何の術だ。捕まえた。何の術かとかは言わないんかい。ミチルナイス。待ってて、すぐに引き上げる。あはは、伊吹捕まっちゃった。うん、もう大丈夫。あとは先生殿に引き上げてもらえれば。え。うやー、落ちる落ちる落ちる。イズナちゃん、
はい、月夜殿。連携技。スリーマンセル。これが忍者か。まあ、忍者スリーマンセルが基本だっつってたしな。間に合いました。主殿、お助けいたします。みんなありがとう。激アツじゃん。確かにな、今時流行りのあの作品ってな、だいたい3人組プラス先生やからな。ナルトもそうやし、呪術廻戦もそうやしな。死ぬかと思った。あ、伊吹大丈夫？うん、忍者のお姉ちゃんたち助けてくれてありがとう。よかった。はい、約束しましたから。忍者の鉄則です。忍術研究部大勝利ですね。忍忍。いいなぁ。忍術研究部いいなぁ。めっちゃ好きになったわ、このイベントやって。これは全部終わりっぽいっすね。くっ、まだだ。このまま失敗に終わるわけには。そこの方々。伊吹を巻き込んだ罪は重いですよ。ひぃ。終わった。終わった、須田舞一だ。終わりや。最後やっていきましょう。祭りの後にも。ラストですね。そうして大騒ぎになった一連の出来事は、最後の最後でカミカミなんですけど、表向きにはなんとか公演の一環として処理されて、さて、キッ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 、むっ、実に愉快だったな。どうだ、伊吹、楽しかったか？うん、すっごく。お父ちゃんかな。お父ちゃん、お母ちゃんみたいな感じなのかな。私は疲れました。そりゃそうだ。まったく、依頼主だと言っていたニヤニヤ教授とやらの足取りはつかめませんでしたし。まったく、いつもいつもどうしてこう。面倒なことばっかり。なんでしょうね。かわいそう、いろはさん。いろは、なんだか知らんがすごい表情をしていないか。ところで、いぶき。手に持っているそれはなんだ？見たことないおもちゃだが。あ、これ、忍者のお姉ちゃんたちがくれたの。忍者だよ。ん？それも忍者なのか。というか忍者とは、漫画やらドラマやらに出てくるあれのことか。忍者は本当にいるんだよ。すっごくかっこいいの。後で伊吹がお話ししてあげる。そっか、そういう友好関係が生まれるのか、ここには。熱いな。そうして、主役の忍術研究部はというと、あ、ちょうどやってる。アナウンス。それでは次のニュースです。今回の百鬼夜行連合学園とゲヘナ学園の交流会、そしてそこで活躍した忍術研究部に関してです。突如として現れた彼女たちについて各地の皆さんに尋ねてみました。なんかあの眠り姫の試練もあっさりクリアしたんだって？聞いた話によると、その次の独身術師も軽々突破したとか。あ、そういえば、なんか、あのパンデモニウムソサイティの奴らと盛大にやり合ったとか。やり合ったかはちょっと絶妙だな。あの、話におひれがついてる感じがするが。あ、それはあったな。戦車で、映画村を、蹂躙だっけな、これ。蹂躙したとか、とんでもないアウトローだよね。忍者ってそもそもアウトローだからな。このような様々な噂が飛び交う、忍術研究部なのですが。どうやらこの部活、現実には存在しないようなのです。果たして、彼女たちの正体は一体何なのでしょうか？幽霊なのか、それとも陰陽部の密偵なのか、密偵、探偵の手だよね。密偵っていうのはあれかな？あの要はあの、公式には存在してないけど、陰陽部が裏で、あの、牛耳ってるというか、バックアップしてくれる兵団みたいなことを言ってるのかな？我々は、その真実を探るべく。公式にはなってないって感じか。マスコミは怖い。そして情報伝達の恐ろしさと難しさを感じていた時、公式な部活になんなくてもいいんじゃね？そんなことないのかな。先生殿、ちょっとかくまって。助けてください、先生、ピンチです。どうしたの？何があったんじゃい？カホたち陰陽部に追われてるの。その先日の事件のことで。どういう感じ？
つまり要約すると、今回の講演を無事成功に導いたから、正式な部活として認めてくれと。もちろん、皆さんの活躍は大きいものでした。心より感謝しています。その上でのお話にはなりますが。お？あら。こちらは今回、講演中に発生した損害賠償の請求書です。それは、いろはさんがやりました。映画村の大半の施設が半壊。損害額は8桁です。1、10、100、1000、万、10万、100万、1000万。終わった。皆さんの功績をしっかりと勘定するには、まずこの辺りから清算せねばならないのですが。終わった。逃げよう。でもさ、せめて戦車がなぎ倒した分はパンデモニウムソサイティと折半じゃない？はあ、もう文字通り何から何までめちゃくちゃだよ。結果としてはいろいろ。先生殿。ん？ご迷惑をおかけしました。ミチルが謝るなんて。その驚き方はちょっと失礼では。ミチルがそんなこと言うなんてみたいな感じでおちょくってる感じだったんだ。わ、私だって悪いと思ったら謝るよ。今回はほとんど私のせいでいろいろ迷惑かかっちゃったし、みっともないところもたくさん見せちゃったし。大丈夫だよ、そういうのに付き合うのも先生だから。うわ、大人だ。そうやで、それが大人やで。あ、そういえばあの日帰ってから伊豆名と月夫と相談したの。正式な部活にするにはまだ勇気が足りないっていうか、周囲より自分の気持ち的な問題っていうか、とにかく時間が必要な気がするから、正式な部活になるのはとりあえずもう少し後にしようって。そしたら二人とも気にしないよって。ほんと私にはもったいないくらいの後輩たちだよ。まあそう言ってくれるだろうとは思ったけどね、確かに。よし、じゃあみんなで、ニンペロさんグッズでも買いに行こうか。あげちゃったからな。本当ですか、主殿。みんな頑張ったから、ご褒美も兼ねて。やったー、やっぱり先生殿、最高。主殿からのプレゼント、伊豆名、家宝にします。一生の宝物です。大げさだよ。私も毎日おはようって言って、お風呂に入ってドライヤーして。ちょっと怖いな。完全に勝ってる状態だ。だったら私も先生だと思って毎日一緒に散歩してあげる。それはまた何か語弊がありそうだ。ペットみたいな感じだもんね。そうして事件は一件落着。する前に最後にもう一つやることがあった。やっぱニアさん怪しい感じ？どう？どう思う？先生。僕ニアさん怪しいと思うんだよね。風が気持ちいい。映画村の片隅。ん？誰だでも。ふんふんふん。にゃはは。今回も割と楽しめたね。個人的にはそういう感想なんですが。先生の方はどうです？いや、こんばんは。やっぱニアさんだ。シャーレの協力もあって、無事に交流会も終わりましたわ。お力添え、感謝しますよ。どういたしまして。ところで、本題に入っていい？あら、小粋なアイスブレイクのつもりだったのに、急展開で残念ですね。全部ニアの計画ってことで合ってる。あら、まあ直球、探り合いも必要なしという感じです。ちなみに証拠は？警備の位置とか、全部把握した上で、伊吹をさらった、須玉一座のあの動き方。なんつうんだろう。あまりにも今回のこの講演会を理解しすぎてるってこと？だからニヤニヤ教授っていうのがいたよっていう話は多分先生たちの耳には入ってないけど、まあ、ニヤニヤ教授っていう人が指示したんだよね、須玉一座に。だから誰かバックがいないと実現不可能だろっていうぐらい綺麗な動き方を須玉一座がしてたからニヤさんを疑ったって感じか。なるほど。ある意味高く買われてますね。もし陰陽部が本当にしっかり警備していたら、そんなこんなことはそもそも起こらなかったっす。確かに。
逆に言うと陰陽部が加担していない限りあのようなことは起こらないはずと。にゃはバッチリ花丸ご名答。隠さないんだね。結構怒ってます先生。まあ隠す必要もありませんからね。そもそも私はただシャーレの力をこの目で見たかっただけです。あ、それがそうなんだ。そんなにシャーレって不穏分子すぎるんか。そうなんだ。忍術研究部でしたっけ。まあ傍目から見ている分には面白そうな子たちではありましたが、そんな彼女たちを連れて本当にお姫様を救い出せるだなんて、かなり厳しいはずだと読んでいましたが、あの手腕、噂通りというところでしょうか。あの急増に作られた、あの作られたっていうか急増で発生したあの忍者研究部をうまく、忍術研究部をうまくあの扱って、あのゲームクリアまで持ってったっていうところがすごいっていうことかな。さすがシャーレの先生、感激しましたわ。そっか怒ってんな。怒っとるね。もしかしてご気分を害してしまいました。すべての犯人が判明して嫌な気持ちですか。それともこれだけ人を振り回しておいて面白おかしく笑ってる場合かみたいな。にや。はいはい。お説教。え？そこに直れと。そこに座って。先生、自分で言うのもなんですが、その様式美と言いますか、あの今の私ザ・黒幕みたいなブームだったんですが、このタイミングでお説教というのはその流れ的にどうなんです。ちょっと長くなるけど我慢してね。ガチ怒ってる。薄め開いてる。先生顔が怖。もうどんな感じでニアさん読んでたか忘れた。そうして騒動は一段落したものの、問題いくつか残りそうであった。カン。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回で忍ばずの心をラストというところで、あれだったね、先生を試したかっただけだったんだニアさんは。今回ね、百鬼夜行じゃなくて、なんだっけ、百花繚乱は出てこなかったね。でも百花繚乱の多分キャラクターはいるんでしょう。今後またイベントで出てくるのか、それかメインストーリー最終編以降でまた出てくるのかわかんないですけど、今ですね、私見てないんですけど、モンスリー 4.5PV っていうのがあるんですよ。あのね、4.5PV は、僕、Force PV はね、実はさ、あの最終編やる前にちょっと見ちゃったんだよ。あの、ボリューム2の2章をやってる途中で、なんか僕がForce PV の話をしてたと思うんで、あ、お前ボリューム1から4全部やる前にForce PV 見ちゃったんだって多分思った人はいるかもしれないけど、あれもね、本当は見ない方が良かったよって言われたの。でも、あれさ、CM で流れてきたんだよね。YouTube 広告で流れてきたんだよ、Force PV は。だからしゃあねえなと思ったんだけど、4.5 の PV が今出てまして、あの友人に言ったの、これ、あの広告とかまだ回ってきてないんだけど、あの見ちゃっていいやつって言ったら、ダメって言われた。最終編やってからじゃないと 4.5 は絶対ダメって言われて、あ、そうなんだと思って。危ねえと思って。Force PV はなんか最終編がこれから始まるっていう PV だから、まあ、最悪多少、あの、ボリューム1から4のネタバレはあるけど、まあ見ていいよとかなの。あの最終章見てからの PV じゃないから、あのフォース PV はいいよって言われたけど、 4.5 は見てからの PV だから絶対ダメって言われた。強い心を感じたんだけど、はい、びっくりしました。はい、というわけでね、皆さん忍ばずの心いかがだったでしょうか。はい、とうとう終わりました。もともとはね、総力戦イベントをやった後に、あの2ボリューム2の2章をプレイした後に、イワン・クパーラでレッドウィンターを学び、今のね、忘れちゃった、あのお祭り騒ぎか、お祭り騒ぎと忍ばずの心で、あの百鬼夜行を学ぶというところだったんですけれども、その話をねした時にね、できないよって言ってたやつあったと思うんですよ。できないよって、できないはずだったんですよ。できるようになりまして、何を言ってるかっていうと、はい、盛り上がってまいりました。この放課後スイーツ部のイベント、甘い秘密と銃撃戦というのが今復刻しております。はい、ストーリーは全部スキップしてみましたけれども、17話あります。はい、17話って何、もうメインストーリーよこれ。ちなみに放課後スイーツ部って、あのトリニティの部活です。はい、次回は
本当はねこの後最終編入る予定だったんですけど、あのですね、復刻したのでやります。嫌じゃないですよ、別に嫌と思ってなくて、単純に僕が早く最終編やりたいなっていう気持ちがあってね。なんだけど放課後スイーツ部は学んどけよっていうラインらしいんですよ。本当はね、仙外教だか三階教だかやった方がいいんだけど、あそこはね復刻してない。少なくとも僕がプレイしてる間では復刻してないんで、あれはもうどうしようもないんだけど、放課後スイーツ部今見れるようになってて、今ちょうど復刻してるんですよ、僕の収録してるタイミングで。盛り上がってまいりました。はい、というわけで次回は放課後スイーツ部のイベントでお会いしたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。ムービーでした。バイビー。